こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。いよいよ明日ケイニングランプリ決勝戦が行われます。そこで、前日の予想を、行いたいと思います。はい、ご覧の9人、前日申し上げました通り、近畿の連携が決まると思いまして、やはり、変わらずに三谷を本命にしたいと思います。脇本が、かなり速いペースで、かけるんじゃないかなと思いまして、三谷、村上の突き抜けを本戦しました。村上の差し目もあるんじゃないかなと思います。一応脇本の残り目の1331をの折り返し、そしてですね、穴は2番車浅いですね。まあ3連単のシリーズ見ても2番手なんで穴ではなくなってしまったんですが、2番から多分総流しがいいんじゃないかなと思います。はい、ケーリングランプリ決勝戦11レースですね。昨日12レースと申し上げて申し訳なかったです。11レースです。ご覧の9人ということで、定数的には脇本が抜けてますね。2番目が平原なんですね。そして浅井と。で、新田は4ヶ月に、競輪、自転車競技をやってるんですが、こちらの競輪では走ってないので、得点決まり手ともついておりません。ですね、決まり手ですね、こちら、バック回数は三谷がトップです。もっともですね、脇本は競技に行ってるんで、5回とはいえ、実質トップと言って差し支えないかと思います。あと清水が4回ですね。スタート回数は浅井が4回でトップ。これが抜けてますね。果たしてそのスタート回数トップの浅井がどういう前を取りに行くのかどうか。ナビはご覧の通り近畿を4人が結束。あと平原と武田の、まあ、ゴールデンという言っていいのか、このいつもの2人ですね。あと3人は短期です。で、3連単の進出なんですが、三谷が1番人気かなと思ったら脇本なんですね。で、2番目が驚きの脇浅井ですね。ディフェンディングチャンピオンですからね。ということは脇本の番手はもつれるんじゃないかなと思う方が多いってことなんでしょうね。新田が4番目ですよ。これ穴人気なりすぎてますね。で、平原が続くという並びですか。清水はまだそんなに人気ないですね。はい、2車単のオッズです。ご覧の通りですね。で、1番人気が3番1番、脇本の押し切り、三谷マークで 9.6 倍です。次が差し目ですね。13で 11.9 倍。3番人気が3人になるんでしょうか。14.9 倍ですね。で、他に、次がなんと、3番4番ですか。脇本新田ですか。18.3 倍。これだけ見ると悪くないように見えるんですが、新田の頭から言うと結構売れてますよね。新田の頭で絞らないと他も買ってると
厳しくなってくるんじゃないかなと思います。そうか、これを見る限り朝より人気あるのかもしれない。一方、どうなんでしょう、ね、平原はそんなに人気ないですね。平原、武田、浦上兄弟、清水あたりはそんなに人気ない。清水もちょっと売れてはいるんですけど、浅井と新田の人気は結構驚きですね。まあ浅井はわかるんですが、新田はびっくり、4ヶ月走ってないですからね。ちょっとこれは買いかぶりすぎな、買いかぶりというか、人気しすぎじゃないかなと思います。というわけで元に戻りまして、私の本命は三谷なんですが、じゃあなぜ三谷なのかというと、まあ、昨日、申し上げた通り、スタート合戦が鍵になると思うんですよね。そこで三谷が一番車取ってますということもあって、まあ浅井が2番車なんですが、そんな号砲なってすぐに行くようなタイプにはあんまり見えないんですよね。なのでやっぱり前を取るのはキンキなんじゃないかなと。そうすると後ろは1回切る必要があるんですが、そうすると脇本は必ず後ろ見て突っ張る素振りを見せる。なのでもしそれを切ろうとするとかなりの足を使う高速インキになっちゃうと思うんですね。となるとかなり躊躇しちゃうんじゃないかなと思います。で浅井の考えとしては足を貯めて一発なんで、それで前止め取ること考えるかなって思うんですね。近畿の後ろあたりにいて他が乱してくれるのを待って、そこで最後はまくりを打つっていうパターンじゃないかなと思います。一つ気になるのは平原なんですよね。武田連れてますからね。もしかしたら義打的な、普通に言っても、まあ、近畿にはかなわないっていうことで、武田さんに勝ってもいいやっていう競争をした時が面白いと思うんですよね。まあ、もっとも平原も武田もちょっと足は落ちてますからね。それが果たしてどうなるか。そういえば新田が全日本選抜で優勝した時っていうのが、まあこれも近畿の4人なんですが、先頭は故障で、バッテが村上義弘で、村上博之弟ですね。で、和歌山の四季雄拓也だったんですが、その時に平原が2コーナーから先まぐり打って、新田がそれに続く形になって、そのバックぐらいからフルピッチで回して、その回し方がすごかったんですけど、で最後はそんな楽勝っていうような感じは4コーナーまでしなかったんですが、一気に他を引き離して圧倒してしまいましたよね。やっぱり短い距離のトップスピードだったら新田だとは思うんですよ。となると平原が引き出すと新田にとってはありがたいのかなと思います。ただ単純な足では平原まくっても三谷すら届かないと思うんで、そうすると、まあの時の全日本選抜と、近畿の4人といってもメンバー違いますからね。で平原もその時と比べてもそんなに充実してるとは言えないんで厳しい。逆に武田がちょっと気にはなるんですよね。
なので、その後ろあたり、まあ、新田は最高峰だと思うんで、平原、武田の後ろあたりに浅井がいると、まあ、清水がいてもいいんですが、清水はまだまだ決めきれないとこがあるんで、そこに浅井がいると28とか、まあ、8人よりは28だよね。24とかがあるんじゃないかなと思います。まあ、もしくは、86とか、8から近畿とか、8の2着とかも穴としては面白いかもしれないですね。穴は一応浅いと書いたんですが、武田の方にちょっと魅力を感じるようになりました。ただ、今回は気持ちとしてはもう、このオッズだと絞りたい気持ちですね。1991と1331。浅井や武田を買うとしても抑えですね。新田は買いません。はい。浅井の、もし総流しだったら、新田も、まあ、その、相手の一人として抑えるかと思うんですけど、まあ、武田も同様ですよね。武田側を押すとしても。ただ、ちょっと今回は厳しいんじゃないかなと思います。あくまで、まあ、三谷が本命ですね。近畿連携が決まって。この1991、1331を重点。ほぼ、これで、決めたいと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。関連動画、動画プレイリスト、最後20秒で表示されますので、お時間ありましたら見ていただければ嬉しいです。はい、またチャンネル登録、高評価などもぜひよろしくお願いします。非常に励みになりますので、できればお願いいたします。はい、明日のグランプリ、楽しみにしたいと思います。私自身は佐世保競輪で、おそらく場外として見ると思いますので、楽しみにしてみたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。